はい、おはようございます。宮下です。今日はカメラで来ております。エアトリカップ、スポーツ選手ナンバーワンゴルフ選手権の、6番ホールパー5ですね。こちらでドラコンが行われますので、各スポーツ選手の、ドラコンを、追っていきたいと思います。1組目は北島康介選手が、いらっしゃいます。よっしゃー、ど真ん中だな。さすが、157ヤード。ありがとうございます。さすが。リンゴルフです。リンゴルフです、はい。よろしくお願いします。250ヤード以上飛んだ選手を計測するそうです。高木豊さんと清水ひろやすさんです。これでフォローになるね。ああ、右行っちゃった。ああ、見えてる。でもこのホールは正解だよ。水玉で起きたんですけどね。邪魔しそうでした。おお、よいしょ、よいしょ、素晴らしい。さあ、フェアウェイ残ってる。ちょっと振ろうかな。292です。おお、さすが。本当60歳なんですか。なんだ、今月で61なんです。いや、はい、高木豊選手が292ヤードでした。途中からね、降りていくところにキャリーで行ったので、はい、すごくいいところに行ったと思いますね。片岡篤さんです。道浜からタイガースに移籍しました。そう言われちゃいますか。宇宙間に三塁打でお願いします。足を揃えて二塁でもいいですか。右に流れた。ラフだそうです。全然いいです。次の選手はここの A さんです。ダボ誰でしたっけ。高木さん。はい、292ヤード出ておりますので。次は元サッカー選手鈴木啓太さんと西崎幸弘さん、日ハムから西武のピッチャーの方ですね、の組になります。打ち当てちゃってください。いるね、人柄を。風吹いてねえじゃん。風やんだ。風吹いてくれ。よいしょ、よいしょ、これじゃいかん。これ3番やです。いやでも飛んでるけどな。あ、先っぽだ。265ヤード。鈴木啓太さんです。あー、
次の組は和田和弘選手の組です。日ハムから西武で、打撃者として有名だった和田選手になります。おはようございます。現在高木豊選手が素晴らしい。もう油性ペンで書いてる、ね。和田和弘さんが301ヤード今トップです。更新されました。上昇時差になります。ナンバーワン決定戦なので294、はい、これは記録にはならないが測りましたと、はいはい、早かったですね、すいませんね。池谷さんです。この前ありがとうございます。ありがとうございます。この前ありがとうございます。お疲れ様です。2回目の登場、はい、さっきねボギー打って、はい、バーディー取ってすごい渋子かと思ったんですけど、はい、渋子と思った次またボギーだったんですよね、はい、じゃあまたバーディーで、いやバーディーいけます。ね、ドラコンは自信ありますか？ドラコンは当たればあります。ただ当たらないのとまっすぐ行くかどうかですよね。フェアウェイはね、今日はすごいフォローの風があります。あ、いいですね、はい、今301、それ無理だ。ダメか、右に曲がってるからフェアウェイじゃないな。あ、跳ねた。戻ったか、すごい。測りに行かないな。測りに行かないよ。測ってないからラフなんだろうね。ラフだね。まあいいんですよ。今日ドラゴンじゃないから総合を目指してるからね。スコアです。みんな予選を勝ち抜いてきてるから、一般の人たちもすごい素晴らしいね。すごい上手。いけー、強い。いけいけ、これまっすぐ、ちょっと左だけど、いけ。もう大丈夫、フェアウェイ。俺だけフェアウェイじゃないじゃん。どういうことねえ、おかしいね。頑張ります。続きまして、バドミントンでオリンピックに迎えてた池田慎太郎さん、そして我々が斉藤大選手。無理無理。1位じゃないんですけれど、リーダーボード見たら。あ、ちょっとこれからですか。はい。頑張ります。池谷さんと同じスコアですね。あ、本当ですか。今、うん。
次は斉藤和美さんです。元投手ですね。です、お願いします。87ヤード。はい、続いては荻原杉春さん、スキーの選手ですね。次はスケート選手の本田武史さんです。フィギュアスケートの方です。次は秋田豊選手です。サッカーの元日本代表の方です。250ヤード。続きましてはライフセーバーの飯沼誠二さんです。頑張ります。あそこか。続いての組はバレーボール山本隆弘選手、101センチ。ドライバーが短い。よいしょさあ最後、増田健太郎さん、テニスプレーヤーです。素晴らしい。